次に笠井明君。笠井君。日本共産党の笠井明です。前回5月7日の質問で、今回の法案のもとは、菅首相肝煎りの成長戦略会議がまとめた昨年12月の、実行計画、ということが明らかになりました。その3本柱、グリーン成長戦略、産業の新陳代謝、そして中小企業支援の強化のうち、今日は2本目の、事業再編、事業再構築を通じた産業の新陳代謝の促進ということに関わって、産業法とその前身の産業活力再生特別措置法、産活法による22年間にも及ぶ構造改革と規制緩和が何をもたらしかったかについて、ただしていきたいと思います。まず、1999年の産活法は、大企業が人、物、金、この3つの過剰を削ぎ落として、競争力を強化すれば、日本経済全体が良くなるということで、株主資本利益率 ROE の向上を目指す事業再編リストラを税金で応援するものでありました。そこで梶山大臣に伺います。大企業は不採算部門や雇用を切り離して筋肉質になったかもしれないんですが、労働者の所得は奪われて雇用は不安定になりました。取引先中小企業にはコストダウンがつけられたと。結局のところ日本経済全体が良くなるどころか格差と貧困がもたらされたんじゃないかと思うんですが、この点どうお考えですか。梶山経済産業大臣。競争環境や需要構造などの変化に伴って企業の事業に栄光性水が生じることは事態は避けられないものだと思っております。それは産業も全体でも同じだと思っております。こうした場合に企業としては経営不振の事業から撤退をし、成長の期待できる事業分野に資金や人材といった経営資源を振り向けていくことが必要となってまいります。国全体で見ても経営不振の事業に資金や人材が張り付いたまま企業が倒産することになれば、資金や人材の価値が大きく毀損することになり、経済全体に悪影響を及ぼすものと考えます。産活法を含めてこれまでの産業構造の調整に支援する産業構造の調整を支援する立法措置は、成長の期待できる分野に資金や人材が円滑に移動することを支援をし、国全体で産業構造や就業構造の転換を円滑化してきたものであります。この法案を通じて日本企業の競争力強化、ひいては国内における質の高い雇用の創出に向けて取り組んでまいりたいと考えております。笠井明君。大臣は合成の誤謬という問題を十分ご存知のはずだと思います。私も参議院議員時代の99年当時に、リストラの嵐の最中に予算委員会で当時の小渕総理と、いや、あるいは予算の、当時は通産大臣ですね、に正しました。で、個々の企業にとっては人員削減によって一時的に財務状況が良くなるかもしれないが、すべての企業が一斉にやれば働く場所が失われて所得が奪われて消費が冷え込ませると、日本経済全体に甚大な影響をもたらすことになると。大企業のリストラ人柱支援の産活法、産業法というのは、そうしたですね、合成の誤謬の旗を振ってきたんじゃないかと思うんですが、どういう認識をお持ちでしょうか。梶山経済産業大臣。笠井議員ご指摘の合成の誤謬とは、ここの企業にとって合理的な経営判断だとしかも、国全体としてはそれらを合成してみると、企業や経済や雇用に悪影響を及ぼしたのではないかとの主張であると推察をいたします。繰り返しになりますが、ここの企業が必要な事業構造改革を先送りし、経営不振の事業を放置し続ければ、そうした事業に張り付いている資金や人材といった経営資源の価値が大きく毀損をします。経済全体としても質の高い雇用確保が困難になるものであり、合成の誤謬との批判は当たらないものと考えております。産活法や産業法は、企業ができるだけ早期に成長を期待できる事業分野に経営資源を振り向けていくことを支援することで、日本企業の競争力強化、ひいては国内における質の高い雇用の創出に取り組んできました。加えて産業法では、事業再編計画などの認定にあたって、従業員の地位を不当に害するものではないことを要件としており、企業の成長とともに産業構造改革を踏まえた雇用の安定を最大限確保していく、最も企業が
失礼しました。雇用の安定を最大限確保していくこととしております。企業が産業構造改革を行う過程において個別の状況によって失業の発生などの痛みが全く生じないとは言えませんけれども、このため政府全体として失業保険や職業訓練の実施など必要なセーフティーネットの確保にも引き続き万全を期してまいりたいと思いますし、まあ、職業訓練特にまたリカレント教育等々も含めた形でのセーフティーネットをしっかりと整備をしてまいりたいと思っております。まあ、今ルール述べられたんですけれども、結局すべての企業がですね、一斉にリストラをしていても同じことが言えるかということにもなってきます。99年に、当時の与謝野通産大臣はリストラというのはその一つの企業にとってはバランスシートをきれいにするという意味では大変いいわけですが、全部の会社がリストラやるということは全部の会社で不況運動をやっているとほとんど同じだと答弁されました。リストラで大企業が競争力をつけたことが労働者の賃金上昇につながったかというとそうなってないじゃないかという問題だと思います。そこで、配布資料をご覧いただきたいんですが、労働政策研究研修機構 JLPT は毎年データブック国際労働比較を公表しております。資料にありますが、各国の製造業の時間あたり賃金の推移を2000年を100として指数化し折れ線グラフにしたものであります。2017年にドイツが 146.5、 フランスが 155.5、 イギリスが 157.8、 アメリカが 162.4 と、どの国も賃金が 1.4 から 1.6 倍に伸びております。ところが日本はご覧いただきますように2017年に 104.1 ということですが、この折れ線ご覧いただいて17年間の賃金はほぼ横ばい状態にとどまっていると。梶山大臣、日本だけ賃金が増えていないと、大企業は産活法や産業法の支援を受けて競争力を高めてもそれが賃金の上昇に結びつかなかったのはなぜだというふうにお考えでしょうか。梶山経済産業大臣。政府としては企業が収益を上げてそれが賃金の形で分配をされ、国民の所得や消費が増えることで成長が進むという分配することによる成長と、企業が成長することで賃金支払いのパイが増えるという成長からの分配が循環することで成長と分配の好循環が実現するという考え方を取っています。特に賃上げは成長と分配の好循環を実現するための鍵であり、政府として積極的に取り組んでまいりました。これにより連合の調査によれば2012年の政権交代後コロナ禍の前までは6年連続で今世紀に入って最も高い水準の賃上げが実現をしております。雇用の大幅な増加と相まって総雇用者所得は名目でも実質でも増加が続くなど、雇用所得環境は着実に改善をしてきているというのが現実であります。また最低賃金は政権交代前の10年間で全国加重平均で86円の引き上げにとどまっていましたけれども、政権交代後の7年間で152円の引き上げを実現しています。さらに同一労働同一賃金などの導入も進めてきたところであります。今後も経済産業省としては労働生産性を上げ賃金を引き上げられる環境を整備をし成長と分配の好循環を実現していくことに全力を傾けてまいりたいと考えております。好循環ということをやりました。そして2012年の政権交代後ということで言われましたけれども、企業が一番活躍しやすい国を目指した第二次安倍政権発足後、労働者の実質賃金は18万円も減少しているわけですよね。これが現実じゃないですか。梶山経済産業大臣。総雇用所得が名目でも実質でも増加が続くということは、その雇用環境が大きく変わってきたということであります、まあ、その上での数字だと思っております。笠井明君。まあ、実質賃金下がったことは間違いないことであります。この間、大企業は競争力をつけて、世界的な多国籍企業に成長して、市場空前の利益を上げてまいりました。この状態は多国籍企業の利益と国民の利益が一致しないと。これ私言ってるんじゃなくて、1992年の通商白書はそう言ってたわけですが、その指摘がまさにその通りになってるんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。経済産業省、新原経済産業政策局長。
委員のこの、GPT のこの資料でございますけれども、先ほど拝見をいたしまして、2つぐらい論点があるかなと思っております。1つは委員自身が言われましたように、これ実は名目 の賃金でございまして、これはいいことではないんですが、日本の場合デフレだったものですから、実質賃金にするとこの差は縮んでまいります。それとあともう一つすごく大きいことは、先ほど大臣から答弁させていただいたものとの関係でありますが、これは製造業で取っておるわけでありますけれども、この米国とかがこの製造業において賃金が上がってきている大きな理由は、製造業の雇用に占める割合が減少してきているということであります。その意味は空洞化してきているということでございまして、米国の場合だと 12% から 8%、から英国の場合だと 13% から 8%、我々の場合には日本の場合にはまだ 15.4% という形で、まあ、いろんな先ほど大臣から答弁させていただいたことも含めて維持をしていっているわけでございます。そういうこともちょっと総合的に ご検討いただければというふうに思います。私の言ったことに何も一つ答えてないんですよ。通商発表の指摘どうだったかと言ってるのに違うことまた言ってると、こんな話にならないですよ。もうこのグラフが示すこと、そして実質賃金が第二次安倍政権以降ですね、18万円も減ってるっていうのは現実で、この間製造業の海外生産比率は増加の一途で他方になっています。海外従業員は20年間で2倍ということで、反面ですね、国内産業は空洞化をして雇用が失われました。多国籍企業の競争力強化が国民の暮らしの豊かさに結びつかなくなっていると、まさにそういう矛盾がどんどん広がっているという事態が明らかだと思います。競争力をつけた大企業はその利益をどう使っているかと、先ほどグラフでも賃金は上がるところが抑制されていると、取引先や下請け中小企業には単価切り下げが押し付けられていると、他方で大企業への優遇税制も相まって増えたのが内部留保であります。法人企業統計年報によれば、資本金10億円以上の大企業の内部留保は、2008年度の281兆円から19年度の459兆円へと、10年間で 1.6 倍と、内部留保が積み上がっただけではないかというふうに思います。具体的には、トヨタ自動車の内部留保の問題を、リーマンショック後の直後のですね、2008年に12月の予算委員会で私、取り上げて、麻生総理に当時、大企業の内部留保を活用して雇用の確保に努めるように求めました。で、その当時のトヨタの内部留保は13兆円ですが、2020年3月中期時点では26.8兆円に増えております。電気産業で見てもソニーは 4.4 兆円、日立は 3.7 兆円、パナソニックと三菱電機はそれぞれ 2.5 兆円もの内部留保があると。大臣に伺いますけれども、コロナ禍の今こそ大企業の巨額な内部留保を従業員や取引先、下請け中小企業など、社会に還元することはまさに大企業の社会的責任ではないかと思いますけれども、この点はいかがでしょうか。梶山経済産業大臣。企業がいざというときに備えて、ある程度の現預金を保有することは必要であると考えております。まあ、コロナ禍といえども、その事情は変わらないことから、内部留保の取り崩しが社会的責任とまでは、まあ、言い切れないと思っております。まあ、他方、日本企業は付加価値の高い製品やサービスを生み出し、労働生産性を向上させていくためには、コロナ禍の中でも経済を牽引しているデジタルやグリーンといった成長の潜在可能性のある分野において、積極的に未来への投資を進めることが必要であり、これを後押しする、まあ、政策も必要であると思っております。まあ、このため、今般の法案ではグリーン、デジタルなどへの集中投資を進めるための投資促進税制や金融支援措置をしているところであります。今回の法案だけでなく、予算、税制による措置を総動員することによって、グリーン社会への転換、そしてデジタル化への対応、将来の競争力を確保するために必要な中長期的な投資を促してまいりたいと思っておりますし、また大企業と中小企業との取引の関係で言えば、そういったものを改善するべく、しっかりと対応をしているところであります。笠井明君。内部留保について、いざというときに使うもので貯めているんだという話ですが、まさに今、コロナでいざというときなのに使ってないという現実があるわけで、そういう点では政府は社会的責任を果たさせなきゃいけないときにさせるどころか逆をやっているというのが今の現実ではないかと思います。そこでソニーの子会社の退職供与の問題を具体的に取り上げたいと思います。ソニーは巣ごもり需要もあって、グループ全体で2020年度の売上高8兆9994億円、
営業利益9719億円と過去最高をこの時期に更新をしております。2014年には産業法で国内のパソコン事業と関連資産の一部を日本産業パートナーズが管理運営するファンドが出資する VJ ホールディングスに譲渡をして事業再編計画の認定を受けております。経産省に伺いますが、これに伴って譲渡先はどんな支援措置を受けたんですか。新原経済産業政策局長。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、パソコン、ソニーのパソコン事業の譲渡については2014年に、VJ ホールディングス、現在のバイオ株式会社でございますから、産業競争強化法に基づく事業再編計画が申請され、2014年6月に認定を行っております。当該見学認定におりまして、VJ ホールディングスが事業の譲る権に伴う出資による資本金の増加がございます。これが4億9997万円でございますが、それに関わる登録免許税の軽減措置を受けております。軽減額が174万9900円となっております。その中に中小企業の債務保証も受けているはずです。この事業再編計画の開始時と終了時の、では従業員数は実績ベースでそれぞれ何人でしょうか。新原経済産業政策局長。ソニーのパソコン事業の譲渡に関する従業員数に関してでございますが、事業譲渡されたソニーとその子会社の、パソコン事業部門において事業再編開始時の2014年5月には1024名が在籍しております。このうち約250名が新規設立された現バイオ株式会社に転籍をして、計画終了時である2017年5月末時点では247名が在籍しておりました。まあ、当初計画では今答弁あったように終了値251名となっておりましたが、さらに人員の247名のが実績と。大臣、ということはですね、この事業譲渡によって従業員が777名も減っているわけですね。こんなリストラを減税で支援したということになりますね。新原経済大臣に聞いてます。大臣に聞いてます。大臣に聞いてます。梶山経済産業大臣。やはり企業においてはその最新の必要なものというものを産業として扱っていくことは非常に重要なことであります。その途中で、その失業なき雇用という雇用移動というものは必要になるわけでありますから、まあ、そういったものをしっかり政府が後押しをしていくということになると思います。ただ全てどの企業も雇用が円滑に移動するとは限りませんし、まあ、そうなった場合のセーフティーネットの充実ということもしっかりと他省庁との連携で考えております。笠井明君。先ほど言った登録免許税の減税措置なんかやってリストを応援しながらですね、結局のところこれだけ減っていると。でソニーはこの9年間で5万7000人もリストラしているわけですよ、全体でいうと。今ソニーの 100% 子会社であるソニーエンジニアリングの退職強要が大問題になっています。週刊ダイヤモンドの最近号でもとてもドライな黒字リストラという項目のトップに取り上げられたほどであります。昨年10月以降、従業員550人のうち45歳以上の220名に対して希望退職募集と称した退職強要が繰り返されております。ある男性技術者は面談の際に、今ある仕事にベストを尽くしたいと、辞めるつもりはないと答えたにもかかわらず、管理職からこのまま成果が出なければ給料がダウンすると、これからも2週間に1回の面談を行うと迫られて精神的苦痛を感じたということであります。厚労省に伺いますが、一般論として労働局に対して労働者から紛争解決の援助の申し出があった場合にどのように対応していますか。厚生労働省富田大臣官房審議官。お答え申し上げます。都道府県労働局等におきましては、総合労働相談コーナーというのを設けておりまして、そちらで労働問題に関する相談をワンストップで作っております。その中でですね、例えば早期退職等に関する個別労働紛争の紛争解決援助申し出があった場合におきましては、個別労働紛争解決促進法に基づきまして、都道府県労働局長は助言指導を実施することとしております。厚生労働省としましては、このような制度をですね、活用しまして、紛争当事者に対して問題点を指摘し、解決性の方向性を示すことのように、自主的な解決を促してまいりたいと考えております。委員長。笠井明君。個別紛争解決促進法に基づいて、指導助言を行うということであります。
このソニーエンジニアリングのケースで言いますとですね、昨年の12月の2日の日に東京労働局が小川浩一社長に対して文書で3点の助言を行っております。一つは法律で紛争当事者は早期にかつ誠意を持って自主的な解決を図るように努めなければならないと定められているということを言っている。二つ目に最高裁の判例があって被干渉者の自由な意思決定を妨げる退職干渉は違法な権利侵害に当たるとされる場合があるというふうに言っている。3つ目に再度精査の上改めて労働者と話し合われることを助言すると、まあ、このソニーエンジニアリングの社長に対してこの紛争問題についてそうやって助言を行っているというのが東京労働局であります。大臣に伺いますけれども、コロナ禍でも過去最高益を上げて、しかも5兆円もの内部留保をその蓄えているソニーでも苛烈な退職強要が行われていると。でこんな時にですね、産業法で大企業のリストラ支援の優遇策を講じることは、リストラするなら今がチャンスとばかりに、人晴らしを一層加速させることになるんじゃないかと思うんですが、この点、どうお考えですか。梶山経済産業大臣。今の時代、世界は目まぐるしく変わっているわけでありまして、事業の再編というものも、その都度していかなければ、企業が成り立たなくなるのもあっという間であります。まあ、そういった中で、事業の再編というものをしっかりと支援をしていくということ。そして失業なき労働移動と言いましたけれども、円滑な労働移動ができるように、できる限りの努力はしていくこと、さらにまたセーフティーネットというものを充実をさせていくことが必要であると思っております。笠井明君。事業再編の中で、結局こうやって現場では退職雇用という形で行っていると、で労働局だって助言をするということになっているという状況なんですよね。その時に今こういう法制でどんどんそういうことを推し進めるようなことでやっていいのかと、リストラ進めていいのかということが問われていると思うんです。東京商工リサーチの調査によれば、2020年に上場企業93社が早期退職、希望退職を募集しております。このうち3割が黒字リストラであります。これはリーマンショック直後の2009年に次ぐ数で、募集人数は判明している80社だけで1万8000人を超えております。ソニーのように早期退職者募集を公表していない企業を加えますと、まあ、凄ましい規模でのリストラ計画が今進められているというのが、この日本の現実があるわけです。大臣ですね、そうした中で、巨額の内部留保を活用して雇用を守れと、むしろ経産省から産業界にはこれはきちんと言わなきゃいけないんですか。いけないと思うんですよ。いざというときに蓄えてるんだったら、今じゃないですかと、そっちちゃんとやって雇用を守れと、これが必要じゃないでしょうか。梶山経済産業大臣。法律に違反するもの、そして労使間の協定、また取り決めに違反するものに関しては、まあ、しっかりと監視をしていかなければならないと思いますし、ただ一方で、先ほど申しましたように、事業再編というのは待ってくれませんから、待ったなしでありますから、そういった中でどう企業を構築していくか、そしてその従業員、構成を構築していくかということは、企業はすでに常に、まあ、考えているわけでありまして、そういったものを後押しをしていきたい、そしてできる限りの雇用の維持を図っていただきたいと考えております。笠井明君。私が先ほど紹介したリーマンの時の麻生内閣に対する質問の中ではですね、麻生内閣では経営者団体に対して内部留保の活用や労働分配率の引き上げを要請したということがあったんですが、菅内閣ではそうした対応もやらないということですか。梶山経済産業大臣。コロナ禍において雇用の維持、そして内部留保の活用ということもお話をさせていただいております。それぞれの企業による事情があると思いますけれども、まあ、企業の中で、まあ、そういった声を受けた上での対応だと思っております。内部留保の活用についてはどんなふうな話をどこで誰に対してやってらっしゃると、こういうことになりますか。梶山経済産業大臣。昨年の春のコロナ禍以降、やはり雇用の維持という点において、内部留保の活用というものも一つの手段であるということをお話をさせていただいております。それは経済団体を通じてお話をさせていただいているということでありまして、まあ、そういった中で、まあ、事業の再編計画ということも含めて、今の状況を見ながら、企業それぞれが考えていることであると思っております。まあ、そうやって要請しているにもかかわらず、内部留保は増え続けて、一方ではリストラが進められているという形で、雇用が失われている、あるいは賃金が減っているという事態については、大臣はどう思っていらっしゃいますか。梶山経済産業大臣。
今のコロナ禍において、やはりそういうものが重なると、大変労働者側というのは大変だと思っております。まあ、そういったことに対して、雇用のセーフティーネットというものをしっかり充実させるということも必要ですし、まあ、労働保険の中で今、行われているわけでありますけれども、まあ、できる限りの我々も支援をしてまいりたいと思っております。笠井明君。経団連は2008年に内部留保は、景気の低迷や不足の事態を従業員などに負担を強いることなく乗り切っていくためにも必要不可欠だと、まあ、溜め込みを正当化したわけですが、ところがいざリーマンショックの際には大量の派遣指定機切りを強行したと。でコロナ禍の下で今リストラっていうのが1年以上も痛めつけられている労働者や国民の暮らしや中小企業地域経済を切り捨てるものになっていると、いわばですね、三次便乗型と言われますが、そうしたリストラはやめようと、政治が役割を果たすべき時だと思うんで、これはもうしっかりやんなきゃいけない時だと、このことを厳しく指摘をしまして、今日の質問は終わります。次に。